はい、オマージュ TV、速報的な感じかな。まあオマージュ TV なんですけど、もうこれも明日放映いたします。木曜日、はい、うん、今日が10月27日、初日、オープン前、録画させていただいております、はい、どうでしょう、まゆちゃん、あの今回のこの真珠、僕の7年ぶりやもんな。7年前に創生っていうやつをこの2人で撮らせてもらって、いろり村っていうところで展示をしたんですけど、まあ今回7年ぶりに5月ぐらいから撮影がね、ずっとあって、いや楽しかったね。楽しかった。笑ってるのが多かった、ね、多かった。なかなか過酷な感じだったよね。僕といえば体張った感じで、も出たあれもね、それが出ていないというこのね、体張った感がないっていう、うん、まあ今回こっち側が、要するにスタジオで撮った白堀で撮った分の、まあ、インスタレーション的な展示になって、このコーナーは、はい、でまあまだこう見せれませんけど、 こっち側 の、 あのロングな面はまあ、物語なんてイメージ的やね、これはね、うん、イメージ的な感じで、そう大変やと思うね、これ額装50枚額装、で、やったというね、うん、うん、まあ、今回なんていうの、僕的に、まあ、面白かったけど、まあ、難しかったっていうか、まあ、やっぱり最終的にあの4つの場所で4つのイメージを取ったから、それを1つの壁でそのイメージを作るっていうのがやっぱり結構かかりました、セレクトとかね、うん、うんうん、で、まあ、レイアウトの方は、まあ、あの椿さんにお任せして、はい、昨日12時頃までやってたよな。、うん、結構疲れて今日ヒロヒロですけど、はい、うん、まあ向こう側の方はまあ来ていただいて見ていただくって感じになるんですけど、うん、どうですくんちゃんはこの今回ね、うん、前回と違ったところっていうか、前回の創生、あ、創生の時は、うん、舞ちゃんと初めましてぐらいやったから、そうやな、うん、やっぱちょっと緊張感がある。まあでも写真にもよ、写真にも、うんうん、でも今回は結構喋ったりとか、結構笑い、そう、そう、初めましての緊張感じゃなくて、いい意味での親近感というか、うん、だからちょっとこう親友っていうか、2人でっていうのが、うんうん、そう、まあね、その親友やけど、そのまあサブタイトルが人は死んでも恋をし続けるっていうね、まあそういう精神世界っていうか、うん、そもそも創生っていう、前の創生の続編なんですけども、創生ってそのなんていうの、前世でそのまあ男女で恋をして実らず死んじゃったっていう、まあ、まあ魂っていうかね、それがその今世で生まれた時にその同性になって生まれてきてしまったっていう、そういうイメージあって、まあ、今回もそれ の続編、うん、そうで、まあ3年ぐらい先にその最終章という箱骨っていうやつをねやりたいなって思うんですけど、はい、まあ、今回でもあれやな、まあまあ、僕も前回と違うのはやっぱりそのコミュニケーションの部分でね、いよいよできてたから、うん、うん、そう、前回のやつはやっぱり僕前に飛んのも初めてやったしな、うんうんうん、だからいろいろ緊張感とか気遣いはあったけど、うんうん、今回気遣いがないみたいなあれやけど、何やろうな、こう仲間意識っていうか、うんうん、まあ理解者っていうかね、うん、そういう感じで撮れたんで結構ありがたかったですね、うんうん、なんか出た写真が使われてなかったりとか、うん、まああるあるやね、あるまあ僕のイメージなんでね、そうや、うん、あ、こんなんも撮ってたんやとかいうのもあるし、逆に、うん、これな、どこの場面みたいな、うんうん、ここも撮ってたんやとか、うん、
だから5月なんか撮ったやつあるやんか、5月に撮ったやつだからもう半年近く前に撮ったやつがあって、うん、それなんかも僕見てなかったからね、うん、このそうすれすれちゃうわ、あの心中のためにもう直近まで寝かしていて、そこから全て、4つのものも全部いっぺんに見て、そこからまた頭をぐる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 さして、うんうん、だから自分のイメージと、まあ、裏切りがあるからね写真は、うんうん、やっぱり裏切られるっていうか、やっぱりあ、まあ、裏切られるか、まあ、思い違いとか写ってなかったとか、うんうん、逆にそのあこれの方がいいなっていうのがたくさん出てくるんで、うんうん、ブラウザーで見るのとこうやって壁に貼るのとまた全く別なんですね。そうそう、だからフェイスブックで一枚一枚見るのとまた違う、このこの部屋一面に貼られるっていう、うんうん、まあ、意外と俺僕こっち側の、ね、インスタレーション気に入ってるんだけどね、こっち舞ちゃんが、うん、そう、これは舞ちゃんがこうレイアウトしてくれて、こっち側がつばみさんがレイアウトしてくれたんだけど、僕一切なんかもう頼むわカレー仕込んでましたっていうそういうパターン、これはこっち側今朝貼ってたよね、うん、こっちは昨日の夜中までやってたやつで、うん、なんかもうこれから、まあ、人を撮るっていうことは難しいで、そのなんかこう、その人を記録するという意味では、まあ撮るだけやからやけど、なんか人を使って自分の頭の中のものをイメージするっていうのはまあ結構しんどいね、うん、すっちゃ好きやねんけど、うん、うん、やっぱ結果がダメならダメやから人が増えると余計違う、うん、そうやな、あその顔じゃないねとか、うんうん、その角度じゃないね、まあ2人やんかあなたたち、うん、だから例えば前がええ顔しても彼女が目白目とかあるからくっそーとか思うわけや、そういう意味であの、まあ、今回デジタルね、デジタルデジイチで撮ったんで、その辺はまあまあその保険が取れたからいいけど、これフィルムやったらなかなかね難しかったかな、うん、でもデジタルゆえのその枚数の多さ、うん、でやっぱりセレクトがしんどい、うんうん、なんかフィルムの方がそのデジタルよりもやっぱり半分以下、10分の1下手したら10分の1ぐらいになるんで、これと思ったのを撮るもんな、そうそう、だから、うん、無駄打ちセレクトが楽とかじゃなくて、なんかいらんものを撮らないから、うん、今回もいらんものは取ってないんだけど、うん、だから同じような感じのどれを選ぶかっていうね、まあ久美ちゃんもこれねしんどかったと思うわ、あのレイアウトがね、うん、そう、もう僕をお任せしちゃったんで、僕はもうずっと釘を打つだけの おっさんやったんでね、でも大体イメージは伝わってるんで、うん、まあ、イメージを話して、まあ、こんな感じでちょっと一回組んでっていうことで、ほぼライブやな、ライブやな、うん、あっこだけやな、やりのちょっと後で手直す、うんうん、まあっこいとも皆さん分かれへんけど、ね、見てくださいよ、はい、はい、多分、うん、打ったまんまでいってるな、うんうん、あとはこんだけそうなんじゃ、ランダムに楽装で50枚埋めるっていうのも難しいよな、入るかなと思うもんな、床に並べるときこれ入るのかっていう感じで入ったねもういい感じで入れたな、うん、前の2人でもそうやったもんな、前の2人でも100枚ぐらいの額数やったから、あれの方が時間かかったけど、うんうん、そう、まあ写真って何でしょうね、まあうちに聞いてるの、うちに聞いてるの分からへん、でもあの大阪芸大写真学科じゃないですか、あまでもいい、そう、あまでは言わんと、あんまり関係ない、そう、まあでも、まあ、写真って何やろ、だって一番難しいよな、写真って何やろって、うん、まあ記録媒体じゃないのけど、うん、単なる、うん、別にそんなに大げさに作品だとか、なんか、うん、こういうことだとかいうことではないと思うねんか、うん、うん、なんかこう自分の僕の中では自分の頭の中のイメージを吐き出す、うんうん、見てもらうというよりか吐き出す感じで、それによってその意味が変わってくるんじゃない、はい、なそれぞれやっぱな、うん、
記録の媒体として使ってある人も、だから記録は記録で僕もやってるし、みんな大体記録やねんけど、うんうん、その方向性が違うやん、うんうん、家族のとか、プライベートなのとか、うんうん、写真何でも撮るからな、うん、手軽で、特に今の時代はデジタルになって、ね、そう、iPhone で十分じゃないのっていう感じのね、うんうん、そういう世界になってしまってるけどね、うん、前も iPhone ばっかりだもんな、うん、写真はね、もうカメラなんてもう何十年持ってないな、うん、F100 やったそうそう、大学の F100 やった、ね、うん、先生のおすすめ F100 まあ僕は持ってたよ、F100 は、うんうん、まあ使いやすいですから持っといたら、これ一個持っといたりみたいな、うん、そうやな、うん、あとはレンズさえ描いてやる話だよね、うん、フィルム、フィルムでも、うん、F100、 あ、そうか、F100、うん、その当時 F5 かな、F4 か F5の、まあそのちょっとランク、うんうんうん、まあ、低いだろうけど、まあ、ちょっと使いやすい、使いやすくしたやつが F100、うん、でも当時高かったからね、あれ、どこか20万、20万ぐらいしたもんな、あれ、うん、そう、高いよね、高い、うんうん、今のデジタルとあんまり変われへんかったんだよ、これ、うん、あんなそのね、大学大卒初任給13万とか10万そこそこの時代に20万とか30万したんやからさ、うんうん、ねえ、今なんかさ、実習終わってさ、カメラポンって置いて、うん、忘れて帰ってめっちゃ怒られてたわカメラを忘れるなんてどういうことやお前みたいな何のために写真やってるんだみたいな感じよう怒られてた。でも今回のエピソードはなんかこうホテル付近の風呂場かなで風呂場で結構、まあ、彼女に潜っていただいたり鼻に水入ったりしてやったにもかかわらず1枚しか使われてな い、 っていう、しかも顔映ってない、顔映ってない、あの手と断片だけ手と足だけもあんだけ頑張ったのに1枚もあれが一番だって大変だと思うな、ゴーン切ったのに鼻に水入って、まあ、あまりにもリアリティがあったな、あまりにも何ていうの、溺れてると思うと写真に使えないぐらいの表層っていうかね、うん、まあ、見たけどちょっと笑けたな、うん、昨日の夜見たね、ちょっとね、なんか忘れの、まあ、彼女らがそのどんな写真撮ってたのか知らんからな、うんうん、昨日初めて、昨日夜な、元々のデータをチラ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 ちょっと見て悪くってんけど、まあまあ、今回ね、まあ、写真は、まあ、何かの形で今回はこうピッ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 って動画を作ってインスタレーションみたいな感じで紹介をさせてもらうつもりなんですけども、まあとりあえず今の段階では見に来てください、はいはい、やっぱりね、そういうインスタレーションとかフェイスブックで一枚一枚見るとはまあ全然違うんでね、まあ、これは空間で見てほしい、空間で一枚一枚これいいなとか何のカメラですかとかそういうんじゃなくて、なんかもうパッと入った瞬間とか、うんうん、そういうのをまあ感じながら感じないでいいんですよ、うん、別に感じてくれとかいう展示じゃないんで、うん、私が、真珠というものを撮りましたっていうだけのね、そういう展示なんで、はい、これも日曜日もあれです、ね、そう、これも、10月31日日曜日、18時までなんでね、5時半までに、5時半まで、入場です。それ以外はお断りになります、まあ、アヒルもね、改装して今日からね、フルオープンで、フルオープンでね、やってるんで、まあ、ゆっくりと、まあ、アヒルはアヒルでホームページ作ったりいろいろしようかなと思ってるんで、ね、みんな見てください、はい、まあ、こんな感じで、短いですけれども、はい、私石黒耕作真珠の、オマージュ TV を、はい、終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。